朝雪は、海上自衛隊の護衛艦。初雪型護衛艦の11番艦。艦名は、朝型降る雪すなわち、朝雪に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。朝雪は、中期業務見積もりに基づく昭和57年度計画2900トン型護衛艦2 2 2 5号艦として、 住友重機械追浜造船所浦賀工場で1983年12月22日に寄港され、1985年10月16日に浸水、1987年2月20日に収益し、同日付で、第3護衛隊軍令下に新編された第45護衛隊に、島行きと共に編入され、佐世保に配備された。1989年、 練習艦、カトリ護衛艦、島行きともに、遠洋練習公会に参加。6月14日に、横須賀基地を出港し、南米東岸を巡航し、11月に、横須賀基地を寄港した。1990年、護衛艦、春名島とともに艦太平洋合同演習に参加し、ハワイ、サンディエゴ方面に派遣された。1994年7月1日、 護衛艦、春名等と共に、第27期幹部候補生家庭出身初任幹部、約100名を乗せて、江田島を出港した。ジャカルタ、シンガポール、沖縄合練に寄港し、8月2日に、呉れ基地に帰島する。1997年3月24日、台湾号の改正により、第45護衛隊が第7護衛隊に解消。 1998年3月20日、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入。1998年10月16日、佐世保地方隊、第23護衛隊に編入。2006年2月23日、上院の海藻庁の私物パソコンから、海上自衛隊の暗号書一覧等の資料が流出したことを防衛庁が公表する。 2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第23護衛隊が、第13護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ。2010年4月21日午後3時40分頃には、太平洋で訓練を行っていた10隻の中国、人民解放軍海軍の艦隊を監視していた際に、関西ヘリが水平距離90メートル。 高度差50メートルにまで異常接近した。これを受け外え無償は21日夕国東京にある中国大使館に危険行為だと抗議している。同年10月13日から14日にかけて、護衛館、磯行きとともに、大韓民国及び同周辺海域において実施された大韓民国主催拡散に対する安全、保障構想会場阻止訓練に参加した。 2014年3月21日から4月22日にかけて護衛艦白根と共に平成25年度概要練習公開に参加2016年3月15日から5月28日にかけて護衛艦海入り潜水艦白竜と共にシドニー周辺海域で実施される日豪共同訓練に参加した2020年11月16日 助席。最終所属は、護衛艦隊第13護衛隊、定警校は、佐世保であった。退役後、朝、雪の怒りは、JR 佐世保駅前の商業施設、駅町一丁目佐世保で、モニュメントとして展示されている。ありがとうございます。